皆さんこんばんは。アップル争奪戦初参戦の元男の子の青木かのんです。日時は4月17日20時56分そうです。ついに iPhone SE シリーズの2世代目を今夜21時ジャストに予約を開始します。それに私は初参戦なんですけど、めちゃめちゃ緊張してる。なんかいろんな YouTuber さんが、あー注文できるかできないかわかんないけど、あーみたいな感じでさ、寸前までの 4,5 分をさ、なんかうわーみたいなのを見せてんじゃん。それに私も今夜参戦するということですね。あと3分ですよ。さあこれ 11 Pro Max ですよね。でこれが普通の11、年々ちょっと画面が大きくなっていって、まあそれに伴って本体が大きくなるじゃないですか。でも SE っていうのはどっちかっていうとコンパクトサイズ、それがね数年ぶりに発売ですよ。私今まで SE シリーズ長く使ってきてたんですよ。それぐらい私は SE が大好きなの。4月24日に発売なのかな、なのでその日に届けばもう最高なんですよね。で今待って、あと1分じゃん、あと1分、画面録画しないよ。はい、今週の金曜の夜は特別です、特別です。この輝く、9時になった、ちょっと待って、待って、何も動かないんだけど。え、ちょっと待って、待って、これ一回さ、一回、あれだ。はい。ちょっと待って、なんで、買わないの画面。これはなんかの陰謀論か、これは青木カノンだけが買わせないようにするアップルの陰謀論か、そんなわけないだろ。ちょっと待って、あ、分かった。ちょっと落ち着け。まず落ち着け。ちゃんとクレジットカード登録できてるよね。買うのは私はシルバーの 256GB。もう一番マックス買います。で価格が約6万8000円かな。今までの iPhone でも17万とか15万とか16万とかしてるじゃん。半額以下だからね。待って、ちょっと待って、なんで買わないの。みんな今やってるか、今もうみんな iPhone SE、 いや失礼、出さねえ、ホワイト26個届け、マック追加、続ける、その他の後ろか、パスワード、早くサインできた、行け。お届け土曜日、金曜日の24日ね、確定。よし、やった、マジで初争奪戦参戦でバイビーに無事手に入れることが、めっちゃ嬉しい。見てください。お客様のご注文を受け付けました。やった。今回の iPhone SE って、まあもちろんね、性能がこのコンパクトサイズになって、かつもう iPhone 11シリーズ並みのパワーを持ってるのね。だから iPhone 11シリーズでちょっとでかくて使いにくいなっていう方はもうこれを買うしかないっていうぐらい、もうめちゃめちゃおすすめ。しかも一番高いモデルで6万8000円ぐらいですからね。一番安いの4万円台でしょ。今回ね、何がおすすめかっていうと、まあもちろん性能もそうなんですけども、デザイン見てください。背面が白の iPhone っていつも前面がね白いんですよ。でも今回ブラック、かっこよくない、めちゃめちゃかっこよくない。で今の11って画面認証じゃないですか。寝起きの時だと、解除できない、なんで解除できないなってなる時あるんですよ。でもこれだったらさ、ポンって押せば一瞬でロック解除できるっていう、コンパクトかつスピーディーにロック解除。そして Apple Pay、 要はお買い物とかでキャッシュレスやりますよね。その時とかなんかにもう11とかのこういう顔認証だとさ、レジとかでカチカチってここダブルクリックして、こうやって顔認証して、認証された、はいお会計お願いしますっていう感じだけど、 SE だとポケットからさっと出しながらもホームボタン押してるから、何も言わずにピッですよ。最高、 Apple さんありがとう。ちょっとこれ見ていきましょうか。手にしたくなるものを手にしやすく、人気があるサイズに最もパワフルなチップを入れて、 iPhone 11 Pro シリーズと同じ A13 バイオニックチップを入れてるんですよ。もうバリバリ動きますよ。耐久性の高いガラスとアルミニウムのボディ、鮮やかな 4.7 インチ、レティナ HD ディスプレイ。そう、あの今回のやつは液晶なんですよ。なのでこういった今の11 Pro シリーズ、もうプロって名前つくものは基本的に有機 EL なんですよね。簡単に言うと有機 EL っていうのはすごい画面が綺麗かつ省電力で動きますよっていうやつで、液晶は少し有機 EL と比べたら前の世代のものなんですよ。ただ正直11シリーズ、これも液晶なんですけども、見比べても分かんないです。
ただまあデザインはその iPhone8 の時とあんまり変わらないんで、まあロゴの位置が変わったりとかもそんぐらいあんまり変わってないんで新鮮味はないんですけども、ただホワイトモデルに関しては全面が黒くなってるからかっこいいよねっていう感じですかね。そしたらですね、今からちゃんとスペック表を見ながら今回出た iPhone SE と、まあ、割と今ネットで比較されがちな iPhone 11との比較をやっていきます。そしてどっちの方が買いかっていうのもお話ししていきます。まずですね、プロセッサー A13 バイオニックニューラルエンジンを積んでます。なのでサクサク、もう他の結構いい性能を誇っているパソコンと同等みたいな、だから重たい作業とかも全然やれちゃう。ただ思うのが iPhone で重たい作業やりますかっていうことなんですよ。まあ、今私 iPhone 11 Pro で撮影してるんですね。でそれを保存して編集ソフトにこう転送したりとか、まあ、比較的 iPhone の中で重たい作業を私やってるんですけども、それでも一切困ったことがないんですよね。ですので A13 で大丈夫。そして2つ目ディスプレイ、これすごいですよね。 4.7 インチですよ。だってこれ 6.1 インチですからね。ギリ片手でいけるっちゃいけるけども、小柄な女性の方とかは難しいのかな、完全に片手だけで完結は。ただ機動力、そう機動力ですよ。機動力はねもう 4.7 インチ、私も 4.7 インチがいいなと思ってる。だからディスプレイも本当に有機EL か液晶かっていうぐらいなんですけども、まあよく見ないとわからないレベルの違いです。私と一緒に SE を使いましょう。そして画面機能、触覚タッチすごいよねこれ。前まではさ LINE とかさ既読つけないようにそーっと見る機能あったじゃないですか、こうやって押し込んでグッと、であれで既読つけずに見れるみたいな。で11シリーズから触覚タッチに変わったんですよね。この押し込んだ長さによってブッってなる、圧力から長さに変更されたんですよ。でそれが今回も採用されてますね。で画面解像度 1334×750 で11が 1792×828、 ちょっとあんまり分かんないそこはごめんなさい。 PPI これもちょっと分かんない、326326同じです。で指紋認証ですよ、指紋認証顔認証の違いですね。いやーこれは最高ですね。私過去に1回だけ iPhone X から8に戻したことあるの。8っていうのは SE と同じ指紋認証型の iPhone ですよね。で10っていうのはさ顔認証になったばっかの時だから、みんななんか指紋認証の方が便利だったのに顔認証に変わったの、みたいになってる時、その時に私は顔認証が初めて搭載された iPhone X を買ってやったんですけども、なかなか慣れなくて結局私 iPhone 8に戻して、うわーもう指紋認証最高だみたいな、そんな感じだったんですよ。同じこと辿ってるな。いや別に iPhone SE 使えますけども iPhone 11使えますよ。そしてストレージなんですけども、 64GB、128GB、256GB ですね。でこれも同じです。私的には 128GB 買っとけばなんとかなるかなと思ってます。で背面カメラです。これは結構大きな違いがあります。まずこの11が2個じゃないですか、標準レンズ、そして下に超広角、 iPhone SE は普通のレンズ、そこは結構悩みどころになるかと思われます。でポートレートも撮れるんだ、これいいじゃないですか。そしてちゃんと手ブレ補正もついてるんで。そして動画撮影の機能なんですけども、確かにこのスペック表を見る限りだとちょびっと違うんですよね。その2倍の広角ズームが11にはあるけども SE にはないと、まあ、そういった感じではまあちょこちょこ書いてあるけども、基本的に普通の使い方だったら全く変わらないです。あでも11は超広角でも動画が撮れますよ。でもこれいいなと思ったのは、今回からこの SE でもステレオ録音ができるんですよね、動画で。だから右と左空間の音がちゃんと伝わってくるってことですよね。これめちゃめちゃいいですね、ありがたいわ。そしてインカメラ、これもうめちゃめちゃ私は一番気にしてる部分ですね。700MP カメラ、あそうなの、 700MP なんだこれ、マジで。あ11もそうだったんだ。あでもそれでも十分綺麗に撮れてるからな、気にすることではないのか。そして F2.2 一緒です。ただインカメでは SE は 4K 撮れないんですね。はい、なのでカメラ機能に関しても悩むところは超広角撮るか撮らないかぐらいです。よしじゃあ次 SIM カード、これデュアル SIM ですね、 eSIM とナノ SIM です。今まで通り普通のちっちゃいチップみたいなのやつと、あとはもう一個がデジタル SIM みたいな eSIM って言うんですけども、オンラインで SIM 契約ができて、なんか QR コードピッてやったらもうそれ使えますよみたいな、そういうのがあるんですよ。でそれに対応したから基本的に1つのスマートフォンに2個携帯電話の番号を使うことができるってことですよね。
これいいですね。この次が防水防塵なんですけども、水深1メートルでだいたい30分間は水が入ってこないかもよみたいな感じですね。11の方は2メートルなんですね。倍の深さで同じく30分。1メートル入れないですからね。入れますか。入れないですよ私は。で、本体カラーがプロダクトレッド、ホワイト、ブラック。もう私はホワイト一択です。 SE 買ったならもう新しく入ってきた要素を使いたいですからね。もうふんだんに感じたいですから、私はもうホワイト一択です。そしてバッテリーは iPhone8 と同等なんですね。まあ本体サイズがちっちゃいから仕方ないんですかね。 iPhone11 と11 Pro のバッテリー持ちえげつないですからね。朝充電 100% で、もう仕事でもバンバンこの動画とかいろいろ使って、夜家に帰ってくるときに、例えばじゃあ10時ぐらいだとするじゃないですか。40%、50% ぐらい残ってますからね。8の時だと私結構なくなってたな。もう充電器刺さなきゃいけないみたいな感じになってたから、まあ、そこはちょっとあれなのかな。高速充電対応なんですね。これ便利ですね。 G 充電も対応です。ここですよ。重さ 148g、まあ、ケースつけるから大体の人は 160g ぐらいになると思うんですけども、 iPhone11 は約 200g、 正式には 194g ですね、ケースなしだと。まあこれだとかなりいろいろ装備してるんで、ガラスフィルムも貼ったりとかしてるんで 220g ぐらい今あると思うんですよ。 148g の iPhone SE 持ったら軽みたいな、何にも持ってないペッペラの何だろうみたいな、なんかそんな感じになりそうですね。そして縦が 138.4 だから、まあ大体14cm ぐらいですね。で、横が大体 7cm、 薄さが 7mm くらいってことは本当にもうかなりちっちゃいですよね。そして価格なんですけども、 SIM フリー版の税別価格ですね。 64GB が 48,000円、 128GB が 49,800円、そして 256GB が 68,000円ですね。それに対して11が 64GB 74,800円、 128GB が 79,800円、 256GB が 98,000円。一番高いモデルで SE が 68,000円ぐらいと考えたら、もう11 10万円ぐらいですよね。めちゃめちゃ悩みどころですね。では話を整理していきます。こっち iPhone SE、 こっち iPhone11 ですね。約価格差3万円です。で、両者の違い大まかに言うと、顔認証、指紋認証、超広角、超広角ない、空張り豊富、空張りそうでもない、本体ちょっと大きいでも動画が見やすい、本体はコンパクトでもちょっと動画は物足りないかも、私だったら今なら iPhone SE を選びます。ちなみに私の今のこの判断基準は、この彼女はどうせ他にもこうやってスマホ持ってるからこうやって言ってるだけでしょみたいな感じだと思うんですけども、違くて、最大の私の決め手はですね、価格、黒ベゼル、A13 チップ、この3つです。まず、iPhone 8の時、私はゴールドモデル使ってたんですけども、やっぱり白縁なんです。で、白縁って結構動画見るときに周りチカチカするんですよ。没入感がちょっとあんまりないっていうか。今でもこの Apple Store の人に聞くと、やっぱり iPad も白ベゼルより黒ベゼルの方が売れるみたいなこと言われてたんですね。女性の方でも黒ベゼルの、もう仕方なくそっち買っていきますよみたいな。もう黒ベゼル欲しさに、まあ、そういうこともあって、黒ベゼルだからパッと見やすいっていうのと、もう A13 チップなので、もう文句なしのサクサク感、もうこの2つ。あと、そうだ、価格もでした。あの内容で最低4万円台から買えちゃうっていうのはもう破格なので、買わない理由が自分にはあまり見つからないなと思って、まあ、それで今回は買いました。なんで700なんちゃらガサワとか、なんかもうそんなのもあんまり関係ないっていうか、まあ、YouTube とかも結構スマートフォンで見る人多いじゃないですか。テレビで見る人もちょこちょこいるとは思うんですけども、そこまでこだわらなくてもいいかなと、まあ、それで特にカメラ気にしてなかったっていうか、そうですね。なのでその3つが私の今回の決め手です。 iPhone SE 最高。また購入したら動画出しますんで、ぜひそちらも見てください。もし今回の動画が少しでも楽しかったという方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、 あとノートやってますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。